想像してた10倍ぐらいも。あれ2人で、うん、2人ですか、はい、すごい、楽園前になってめっちゃ熱い、想像よりでかいですね。もう皿がでかかった。特大タワーの大盛り、すごいですよね、タワーの。うちのちょっと餃子なんですけど、はい、よかったら味見程度で、あ、かわいいですね。そうそう、なんかいただいておりから、私うちもなんかあの特製カレーも思って、あ、いいいいいい、いやいや本当にこれ手作りで、ごま油 100% で、これすごい作ってるラー油なんです。辛くて。ミキサーで唐辛子を砕いて、混ぜて作ってます。はい、あの改造したんですよ、トイレ。こんなになってるけど綺麗ですよね。もう舐めるように掃除するんですよ、綺麗に。すごい。綺麗に心がかけてます。それでも行き届かないことがいっぱいあるんですよ。でもね、心がけることが大事ですよ。そ、ね、大事なことですよね。あのお客様が気持ちよく美味しく食事していただきたいから、綺麗に掃除することは大事なことですよね。一番大切だと思う。今お店って何年ぐらいやられてるんですか、こちらは。63年目ですかね。昭和36年、戦後、私 あの祖父が燕屋さんという自転車屋さんから始まり、10年前に父がこれからは飲食のためだなんて思ったんですね。で、中華屋さんを始めて。この辺もでも飲食店多いですね。そうです、激戦区ですね。そうですよね、ラーメン屋さん、もう中華屋さんたくさんあります。すごい お忙しいですよね。そんなことないですけど、ぼちぼち。そうです。ありがたいです。前です。それまでは違うことやってたんです。私あのゴルフやって、プロゴルファー目指して高校出て、で静岡の袋井研修生として行き
ました。就職しました。でキャディーさんやりながら練習して、キャディーさん終わってから夜ずっと練習して、こんな生活を、そうですね、24の25になる手前だから、24の夏かな、プロテストに受かりました。10年いましたね。でもプロの選手としては向いてなかったですね。プロテスト受かって3年、2年半で帰ってきました。その時はその大会とかも出ていらっしゃったんですか？いやもう全然出れないですよ。やっぱ予選があって厳しいですね。こっちに来たきっかけみたいなのがあるんですか？まず家をお父さんお母さん両親助けていこうって、それだけですね。で戻って、でも周りの人とか知ってるじゃないですか、テストに受かったことも。諦めて帰ってきたのかとかいろいろ言われましたよ。悔しい思いにね、悔しかったけどしょうがないですよね。全然違うことなので大変じゃなかったですか？そうですね、でも好きでしたね、なんかやっぱ作ることが。ゴルフより合ってるなと思います。でもゴルフやっててね、大事な友達にたくさん出会えて、そこはすごい私の支えですね。一番大切にしてるとこですね、私が。あんまりなかなか会えないんですけど。でも私の人生の支えです。心の支え。でもなかなか上手くなれなかった。高校卒業してからのスタートだったんで、小さい頃からもやったことなかったんで、ずっと野球とソフトボールやってたんで、行った時はもうね、ジュニアからやってた子たちも、そうですね、3分の1ぐらいいたかな。だから、後輩とかにも抜かれて、やっぱ嫌な思いしましたよね。でもそれでも、諦めなかったところが良かったですね。あ、もうそう、小学校でやりますもんね。そうですよ。そうなんだけど、長いものバスケやってあるで。はい。すごい、なんか。うまい。
ゃつきます。これ半じゃないじゃん。チャーハンにもおすすめ。ありがとう。すみません。はい。お塩は何でもかけちゃいます。おすすめのメニューを教えてください。中華丼、焼き豚入り。繁盛の一番の理由は何だと思いますか？やっぱ味が美味しいから。お店に何か一言応援の言葉があれば。もっとあの客席を増やしてほしい。応援じゃないなこれな。ああまあ頑張ってもっともっと美味しいもん作ってほしい。ありがとうございます。仕上がっているんですか？僕は中華丼で、彼はラーメンと半チャーハンです。たまに餃子とか食べたりするので、餃子もすごい美味しいです。水分の多い時はさらに手についちゃうんです。あ、これ水分がね、多少多くてもありがとうございます。
五目チャーハンです。二番さんです。結構厚さもあって柔らかいんですニラレバ好きじゃなかったんですけどここで食べて食べれるようになりました。でニラがどうしても苦手だったんですけどここで食べて食べれるようになって、まあ、他のお店でも食べれるようにはなったんです。忙しいと思うんですけど、はい、なんか気をつけてることとか、うん、気持ち込めて、料理を作って出すってことですよね。多分気持ちがお客様に伝わってきてるのかなって感じてます。ここしかないですよね。体制を整えて一生懸命気持ちを込めて料理を作る。
めんなさいね。はい、どうぞ。ケバさん、肉野菜キャベです。いらっしゃいませ。お酒でもいいですか？お願いします。これはパワーカテンとかってすごい量ですか？めっちゃ熱い。
完食です。完食しましたね。ちょっとでもちょっとこの大盛りがちょっと見たいねって。すごい。タワーかた焼きが 1.1 キロ、お皿抜きの重量で、大盛りタワーかた焼きが2キロですね。またちょうどほらインスタ映えするっていうのが先で、たまたまブームに乗ってかた焼きが飲んだ。初めてなんですけど、前回は何盛りが足りなかったので、大盛り頼めますかって聞いたら、まあ大丈夫ですっていうことだったんで、まあ、頼みました。鶏だったら大丈夫ですか？川崎の近くでちょっと森のいいお店探してて、そしたらここがヒットしてきた感じね、はい、でそしたらもう娘も連れて行こうっていうことになって、はい、どうですかこの量は。え、なんか想像してた10倍ぐらいもってびっくりしたんですけど、でも美味しくいただきます。答えてたらペロッといけるからね。お父様が中華そばをとみゆちゃんも食べるんですか？いやいや、二人でシェアしながら。じゃあ、また行きます。タバカで来ております。はい、お待たせしました。失礼します。今、あれ、2人で、うん、大丈夫ですか？はい、なんそういう、ちょっとお客様が失礼します。あ、すいません。はい、あ、でも一緒です。はい。この前
チャーシューワンタン麺食べたんですけど、ワンタンも普通に美味しくて、肉がちゃんと入ってて、ジューシーで美味しくて、肉汁たっぷりなんですけど、チャーシューがもう本当に厚くて、かつあの脂身も甘くて、このボリュームで3枚も乗ってるんですよ。それが今一番美味しいと思います。チャーシュータン麺ですか。3名様ぐらいね。ありがとうございました。全部一緒に見て2個、うん、お願いします。肉そばです。6番さん、はい、ねえ、そば今後お店どういう風にしていきたいとか、なんか考えてらっしゃることって、今のこの現状維持ですよね。一生懸命もいつも毎日きれいに掃除をして、心を込めて料理を作って、少ししかないですよね。あとは別に借りとこないです。そこをずっと続けていきます。継続することが大事だと思いますね。早いっすね、ちょっと。わあ、すごい。音がすごい。ソウさんがもうちょっと前に帰ると映らないと思います。あ、でもなんか久しぶりにキャッチボールしましたけど。
楽しいですよね。楽しいですね。気分転換になるというか、はい、